球がジムフィットネスメイトへようこそ。今日のトレーニングはスマホ1台あれば地球ならどこでもできる重力をお借りしてやる動作を取り入れた徹底的に脂肪を燃やす腹筋トレです。前作のレベル2、レベル3同様、マンションでも安心してできる静かにできるヒートレベル1バージョンとなっております。20秒間トレーニング、10秒間休憩の4分間、普段筋トレをしてない方でもちょうどいいぐらいに追い込める比較的簡単な動作ときつさとなっております。何歳からでも筋トレを始めることを続けることで確実に体は成長してくれます。成長してくれるとこの動画も物語なく感じる時が来ると思いますが、その時はレベル2をお試しください。じゃあ早速地球で筋トレしちゃいますか。じゃあまずはスクワットからやっていきましょう。スクワットは体を上下に上げるのではなく骨盤を前後に傾ける動作となりますので、お尻を大きく後ろに突き出すようにして体を下げて、そしてお尻をギュッと締めて骨盤を元に戻していきます。常に動作中は筋肉で筋肉で体を支えて、筋肉で体を持ち上げれるようにしていきましょう。これをマインドマッスルコネクションと言います。筋肉を意識すればするだけトレーニング効果爆上げしてどんどん脂肪を燃えてくれます。ということで続いてはバックランジです。大きく足を後ろに踏み出して、前に出ている方のお尻で体を支えて、そしてお尻をギュッと締めるようにして体を持ち上げていきましょう。しっかりとしっかりと筋肉、お尻を使ってやっていきましょう。お尻で体を支えて、そしてお尻で体を持ち上げる。めちゃめちゃええ感じですよ。その調子その調子、ナイス。ということで10秒間休憩して、続いてはパンチ&アッパーです。これも僕たちは格闘家じゃないので、見よう見まねで OK です。ごめんなさい、噛んじゃいました。パンチとアッパーをとにかく全力で、パンチアッパー、パンチアッパー、全力で、いい感じいい感じ、だん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 脂肪が燃えてますよ。その調子で脂肪を燃やしまくっちゃってください。メラ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 燃えております。 OK です。じゃあ10秒間休憩して、続いての種目はこちら、サイレントバーピー&ニーアップです。腕立て伏せの体勢になって、起き上がってから膝を2回上げます。この時にできるだけ忍者のように、できるだけ音が鳴らないように、音が鳴らないようにタタタとタタタとやって、ニーアップ膝上げていきましょう。めちゃめちゃいい感じ、脂肪燃えまくってますよ。 OK です。じゃあ今回はこの種目をもう1セットして終わりにしたいと思いますので、残りたった2分間しかないんですけど、この2分間のご筋トレお楽しみください。じゃあしっかりと筋肉で支えて、筋肉で持ち上げる。お尻を後ろに突き出すようなイメージで、お尻を締めて体を持ち上げる。体を持ち上げたと同時に、やる気、気持ち全部上げちゃいますか。上げ上げでいっちゃいましょう。しっかりと筋肉で支えて、気持ちも上げて、脂肪が燃えた。じゃあ続いてはバックランジです。足を大きく後ろに踏み出して、前に出してる方のお尻で支えて、お尻で持ち上げる。これもついでにやる気高めちゃいません？気持ち高めちゃいません？体持ち上げたと同時に地球を蹴り上げて、そして気持ちも上げていく、ヒップも上げていく。じゃあ残り4秒間その調子その調子、めちゃめちゃええ感じ、ナイス。ということで10秒間休憩していきます。じゃあ続いてはパンチ&アッパーです。これもフォームは気にせず OK でしたね。とにかくパンチとアッパーを全力で繰り出す繰り出す繰り出す、そのまま止まらずいきましょう。止まらずパンチとアッパー、きつくなってきた、ここからここからきつくなってきてからがご筋トレのスタート。パンチとアッパーで汗かきまくり、残り2秒間、その調子 OK です。脂肪マジでめちゃめちゃ燃えました。じゃあラストをサイレントバーピー&ニーアップをして終わりにしましょう。忍者のように音がなるべく鳴らないように、疲れてきたら疲れてきた分だけ音が鳴りやすくなります。ドンドンと足置いちゃいたくなります。それをあえて筋肉を使ってタタタとタタタと静かにやっていきましょう。めちゃめちゃ脂肪燃えてますよ。いい感じいい感じ、輝いてる、輝きまくってる。じゃあ残り2秒間そのまま OK です。お疲れ様でした。めちゃめちゃええトレーニングができましたね。自分自身に大きな拍手、そしてナイスと目まくってあげてください。
もしチャンネル登録かまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。